働くラビットイオナがお届けする日本橋情報番組です。ポン橋メイド部屋、今後もよろしくお願いします。お願いします。今後って言っちゃって今夜って言おうとしたのに、あそういうこともある。これからもそう、はい、今後も今夜も、はい、でっかい未来に向けてね。はいはい、というわけで何か8月の21日にね、そちらが八尾に行った時のこと。はい、八尾シルキーホール、はいですね、いきなりラッパーですね。そうなんですよ。先週も行ったんだけどね、決まったのが、はい、出演決まったのが前日の15時だった。そうですね、前日私耳で働いてる時に言われました。はい、何時ぐらいに言われた。そうですね、多分それぐらいの時間でもやっぱりそうなんですけど、はい、から急遽だったんで、結構バタバタしましたね、うん、びっくりしたね。はい、でもすごい綺麗で広い感じで面白かったね。そうですね、ただあの場所がね、私日本橋だと思ってたから、うん、場所を聞いてすごくびっくりした。あどこですか、そう震災橋とかさ、そこら辺付近だと思ってた、ね、そしたら八尾って言われて、八尾みたいな、八尾行ったことなかった。私もなかったです。はいね、全然なかったですけど、うん、あのこれあんまりそのライブと関係ないかもしれないんですけど、一番びっくりしたのが、うん、あの帰りもメイド服で帰ってきたら、あ、本当、あのなんとずっとついてくる人がいたということ。そう、大丈夫やった、はい、それは、ご主人様があの後をつけてきたってこと。そう、そういうことです。どこまであのどこやったか、上本町の手前のところ。あ、近い、はい、でもそこら辺近鉄沿線やからきっと一緒だったんだよね、きっと。一緒は一緒だったんですけどね、なんか普通に隣に座って。あ、本当にお話弾んだ。はうん、まあ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 、はい。そりゃ分かりやすいもんね。そうですね、分かりやすいですね、会場から、うん、はい、ついてこられそっか、そっか、はい、あの迷わんように違う、駅までの道とか。あ、優しさですね。そういうことにしとこう。そうよ、だって、はい、うちで迷ったやん、行くとき。そうですね、迷った何回も電話してて、はい、私、2、3回電話してる。あ、2、3回そんなに電話したんですか。だからね、私ね、本当に方向音痴なの。あ、本当ですか。私、駅員さんに聞いたらだいぶ仏頂ぶらされてしまいました。私も聞いてん、この格好やからかなとか思いながら。そうなん、そんなところで判断されるの。はい、いや、今判断されたんか、それともただ単にあの疲れてはったんかわかんないんですけど、あっちですみたいな感じで、あのメモ合わせてくれない。これで来たんだよね。はい、そうですよ、もちろん、もちろんそうですよ。で帰りもこのまま帰ったんだよね。よく持ってきてなかったとか忘れたとかそういうオチじゃないよね。そう、あ、持ってきてなかったです。あ、本当に？はい。お店に帰ったの？お店に帰りましたね。はい。そうなんですよ。あの一つ問題があってね。うん、お店、まあ、もう過ぎて10時半14時40分ぐらいに店着いたんですけど、さくらさんがもしも鍵を閉めてしまっていたら私は入れなかったかもしれない。危険やん。でちゃんと鍵持って行ってたんですけど、さくらさんはそんなことは一切考えずに、うん、なんかあの私を待っててくれたんですかって言ったら、うん、そうじゃなくて、うん、いや、やることいっぱいあったからって言われてしまって、うん、複雑な気持ちでしたけど、そこはなんかもし嘘でもそうやでって言ってて欲しかったところやな。そうですね、あまり何も考えていなかったということでね、そうだね。言っちゃった。ごめん。今のとこカットで。はい、あのちゃんとね考えてくれるとか考えてくれてます。はい、たまに一緒です。そうか。はい、たまに抜けてるんですね。ゆなちゃんはしっかりしてるね。はい、私は抜けてるけど。そういうことにしよう。ラビうっかりやからな。うっかりラビちゃん。そう。はい、うっかり始めやから。今日は、ね、うん、あのライブ情報もちょっと持ってきたので、うん、よろしくお願いします。していただいていいですかね。はい、今度9月19日に中津のアートカクテルさんで、またライブに参加させていただきます。時間とか詳しいことは本当にあの近日にならないとわからないといういつも通りのことなんですけども、またブログであの発表というかお知らせしますので、またよろしくお願いいたします。はい、という感じですね。はい、実はですね、その次の日にラビのライブもございます。お、同じところなんですよ。あー、中津のアートカクテル。そうあの中津のアートカクテル、まあ、あの阪急中津駅ですね。はい、に9月の20日日曜日に
実はラビのラビラビミラクルライブボリューム2が開催されます。ラビラビミラクル9月の19日19に前日にイオナルチェのライブがあって、その次の日に実はラビのライブがあるとか、2日間のお祭りですよこれ。これは来なきゃダメだね。すごい。それはね、あの連休ですね、うん、そうそう、シルバーウィークっていうらしい。シルバーウィーク、そう、ゴールデンウィークが5月にあるでしょ。で9月の連休5連休だから、そのゴールデンウィークに対してシルバーウィーク。ああ、なるほど、ちょっとかっこいいです ね、はい、ゴールデンの次やからシルバーってね。そうですね。じゃあその後は銅があるかもしれない。ほんまや、銅はなんていうのかわからないという、ちょっと恥ずかしい話ですけど、銅忘れしたわ。はい、なので、あの2日とも開けていただいて、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ラビのライブは、まあ、18時から始まりますので、あの、まあ、昼間にね、もし何か予定あってもその予定を済ませてから十分来れる時間帯ですから、よろしくお願いします。はい、夜は絶対開けとこうということですね、はい、そして次には2人で出るライブかな。そうですね、それもありますね、はいはい、10月4日はい、はい、いつも通りの日本橋の絶対聖域、あ、そうですね、場所は日本橋プラッツさんで、絶対聖域というイベントにまた出させていただきます。はい、何時からとかそういう詳しいことはまた近日になってからですね、はい、はい、ホームページをチェックだ、もしくは2人のブログをチェックしていただくということで、はい、またあのブログのアドレス等々は後で発表いたしますので、はい、をさせていただきます。はい、最後まで、ね、見ててくださいってことですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。他は何ある？他はとりあえずの近日中はこんな感じですね。了解です。というわけで、ですね、あとはミミの情報なんですけれども、なんと2周年記念イベントが続行開催中なんですね。そうです ね、2周年記念ちょうど半分終わったぐらいになるんですか ね、今日は、はい、1ヶ月ぶっ通し丸々ですか。そうですね、1ヶ月、はい、結構長いですね。ですね、まあ、2周年ですからね、はい、それは盛大にお祝いしないとってことで、まだまだこれをご覧になられているご主人様、お嬢様を間に合いますので、ぜひぜひこちらに来られてください、はい、一緒にお祝いしてください、来ていただいて、ぜひお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。というわけで、さて皆さん、お待ちかねのゲストに行こうかな、そろそろ。そうですね、はい。というわけで、今夜はですね、また今夜もですね、前回に引き続き、はい、注目株のモナリナさんが来てくださっています。モナリナさん、はい、実はアニソンを歌われている方なんですよ。っていうか、やったことあるよね。そうですね、絶対聖域とかでお会いしてますよね。はい、というわけなんで、もう対面は済んでるんで、ではでは登場お願いいたします。さあ、どうやって座ろうか、これで座ろうか、これで座ろうか。いらっしゃいませ。あ、おかえりなさいませ。お、かわいい。ここに森さんが、今なんか若干はめられてるかも。そんなことないよ。いらっしゃい。来ないで、あなた来ないで。はい、というわけで席に落ち着いたところで、はい、お宅にはたまらないアニメソング。最近はこのアニメソングにも、ですね、名物が、名曲が多いです。名物が多い。名物ですね。アニソンが名物みたいなもんだよね、日本橋はね。はい。というわけで、このアニソンにもね、名曲が多いということで、それを聴いてほしいという願いを込めて、モナリナさんは活動なさっております。はい、そんなモナリナさんと楽しいアニソンのトークを繰り広げましょう。お願いします。よろしくお願いいたします。はい。でですね、前回も言わせていただいたんですけれども、モナリナさん、この紙ありますか。あ、いえ、読もうかなと思っておきます。これかな。ありがとうございます。これかな。ありがとうございます。これにね、ライブ情報とか書いてあるからね。はい、そうですね。